動画作りをサポートしておりますコラボズの江川です。さて動画が作れるようになる、まあ、つまり撮影できるようになってきたら次に悩むポイントっていうのはネタですね。どんな内容の動画にしようかって悩む方結構多いんです。そういう質問もよく受けます。そこで動画作りのネタは誰にこの動画を見てもらいたいかから発信していくとすごくいいと思います。毎回誰が変わるというよりも、そうですね、例えばでいきましょうか。このカメラ、ね、撮影したいなという人たちが当然買うわけですよね。写真撮影もあれば動画撮影もありますけど、まあ私の場合動画なんで、動画用にこれを購入しようと。お金がある人だったら誰でも買えるんですけど、これ買った後どうやって使うのっていう風な人たちにとってみれば躊躇しませんか。そうです。ということは購入した後の使い方っていうところの動画って作れるじゃないですか。で、対象者は購入した人っていう風になってきますので、もちろん購入する前っていうところにもなります。そういう風な感じである対象者をしっかりと決めて、その方に動画作りのネタ